どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。ああ、また負けた。どうしたんだ霊夢。この前捕まえたスライムナイトを頑張って育てて、スライム格闘場で戦ってたんだけど、最高ランクが全然勝てないのよ。確かに最高ランクともなると敵もかなり強いからな。だがその分、優勝した時にはかなりレアなアイテムがもらえるんだぜ。何がもらえるのかめちゃくちゃ気になる？よし、じゃあ今日はそんな入手困難なアイテムについて紹介していくか。いいわね。スライム格闘場以外にも、ベストドレッサーとかまだ制覇してないイベントもあるし、それぞれでどんなアイテムがもらえるのかも気になるわ。じゃあそんな霊夢のリクエストに答えて、今回は、イベントや入手方法ごとにジャンル分けして紹介していこうと思うぜ。わーい。それじゃあ早速スタートなんだぜ。というわけでまずはスライム格闘場についての紹介だ。この格闘場は難易度ごとに A から H にランクが分けられているんだが、霊夢は G まではすでにクリアしたのか。G まではバッチリクリアしたわ。確か優勝賞品はメタルキングシリーズの何かだったと思うんだけど、メタルキングの盾だな。ああ、そうそう。最高の手前のランクでメタルキング装備が手に入るんだから、H ランクの商品にも期待が高まるわ。だが霊夢も苦戦してるように、最高ランクの敵は一筋縄ではいかない。そうなのよね。全部で4回の戦いが待っているんだが、多くの敵が出てくるパターンもあれば、超強力な敵と1対1のパターンもある。私の場合、聖剣好きが使いたかったから武闘家の熟練度を上げてから行ったんだけど、敵全体に攻撃できるスキルがなくて、1戦目すら勝てなかったわ。強い全体攻撃を覚えるのは大抵上級職だから、今までスライム系のモンスターを育てていなかった場合は、ここからの熟練度上げがかなり大変になるな。結局急がば回れだと思って、ずっと取っておいたドラゴンの悟りも使って、ドラゴンの食用の熟練度も上げてきたわ。あ、ドラゴンにしたんだ。これも優勝賞品のためなら仕方がない。さあピエールのブレスの前にひれ伏しなさい。ドラゴンにしちゃったか。というわけでなんとか優勝することができました。特に豪華な商品を用意させていただきましたって言ってるくらいだから、見たこともないような商品が出てくるに違いないわ。商品はなんとドラゴンの悟りです。いやもうドラゴンにしてきたし、霊夢の場合は、貴重なドラゴンの悟りをスライム系のモンスターに使うという、ちょっと特殊な使い方をしてしまって感動が薄れてしまったが、本来であればこの時点では最高クラスのレア商品だ。誰か、私の記憶を消してもう一度やり直させて、私がぶん殴ってやろうか。誰か警察呼んで。続いてはベストドレッサーコンテスト優勝でもらえるレアアイテムだ。ベストドレッサーコンテストもランクが高くなると勝つのがかなり難しいのよね。そうなんだよな。最高ランクともなると、正直最終面クラスの装備を身につけないと勝てない。装備を工夫したり、食料を変えたりしてなんとか340くらいまでかっこよさを上げたんだけど、それでも勝てなくて諦めた記憶があるわ。自力で工夫してかっこよさが340までいったら大したものだ。美しそうも結構使ってドーピングしたんだけど、それでもダメだったわ。どうやったら優勝できるのかしら。それじゃあ私がミレイユで最高ランクに挑戦してみるぜ。かっこよさが315か、結構高いけどこれだと優勝は無理な気がするんだけど。それじゃあちょっと飛ばして結果発表を見てみよう。どうなるのかしら。優勝は365点か、ダメだった。ってなんでよ、カットする前と後で装備入れ替えたでしょ。いやいや紛れもなくさっきの装備のままだぜ。でもさっきは315だったし。それじゃあ審査員の解説を聞いてみよう。プリンセスローブと黄金のティアラ、これにはボーナス50点をつけちゃったな。何これ、どういうこと。実は各装備にはセットでつけるとかっこよさがプラスされるものがあり、最高ランクで優勝するにはほぼこのボーナスが必須になる。それは知らなかった。というわけで無事優勝賞品の幸せの帽子をゲットだ。なんか見たことないアイテムもらった。これは最強クラスの装備。この装備は唯一無二の性能を持っており、なんと歩くたびに MP が回復するんだ。おお、それはめちゃくちゃ便利。ただし入手時期がどうしても遅くなってしまうのと、終盤の消費 MP に比べ回復する量が少なすぎるので、結局その能力はあまり活躍しない。取るのにこんなに苦労するのに。そしてベストドレッサーの景品なのにもかかわらず、装備するとかっこよさがかなり下がってしまう。全然幸せじゃないんだけど。続いては小さなメダルを最大まで集めた時にもらえるレアなアイテムだ。小さなメダルも集めるのは大変だった。
タンスの中や壺の中のメダルは通常プレイでもある程度集まるが、何のヒントもない地面を調べないと手に入らないものもあるからな。これは正直一番いい景品を手に入れるには攻略必須よね。そうだな。私はあんまり攻略を見ないから一番いい景品をもらえたことがないのよね。ここに関しては、王様の右側にいる女性に話しかけるともらえる景品がわかるから、ちょっと覗いてみよう。オッケー。お、メダル90枚のところにさっき手に入れたドラゴンの悟りがある。実はこんなところでも手に入るんだな。でも100枚のとても言えないものって何よ。これがアイテム名ってことじゃないわよね。ああ、もちろんこれはアイテム名ではない。というわけで小さなメダルを100枚集めてきたから、何がもらえるのか一緒に見てみよう。何がもらえるのかしら。バーバラはエッチな下着を受け取ったって、完全にただのセクハラ親父じゃない？とても言えないものの正体はエッチな下着だったわけだ。こんなものをめちゃくちゃ厳重に保管してるって、こいつ一体何なのよ。まあ現代人だってハードディスクにとても言えないけどとても貴重なものをいろいろと保存してるだろ。そんな感覚なんじゃないか。まあ確かにそれほど大事なコレクションを譲るっていうのはかなりの決断が必要かもしれないわね。それで、アイテムとしての性能はどんなものなの？守備力に関してはさておき、なんとかっこよさが一気に100も上がる。上がりすぎ、かっこよさとは一体。そして装備の特殊効果として、一定の確率で敵の行動を封じることができるんだ。敵の行動を封じるっていうのはどういうことかしら。それじゃあ早速試してみよう。まずはバーバラにエッチな下着だけを着させて外に行こう。バーバラちゃんごめんね、ちょっとの間我慢しててね。というわけで戦闘シーンまでやってきました。どうなるのかしら。あ、今なんか見とれてる的なメッセージが出たような。ちょっと巻き戻してみよう。マンドラゴラはバーバラの姿に見とれている。なんかテキストの躍動感がすごい。とこんなわけで、着ているだけで敵の攻撃を封じることができる。これは知らなかった。ただし防御力が高いわけではないので、どちらかというとコレクター向けのアイテムだな。実用性が低くても、こういうコミカルな要素もドラクエの面白い部分だったりするわね。続いてはカジノの景品で交換できる最も高価なアイテムだ。カジノ景品交換は、コインが足りなくても実際のラインナップが見れるから、これは私でも知っているわ。というわけで最も入手困難なのは、欲望の街のカジノの破壊の鉄球だ。昔何度かチャレンジしたけど、結局全然コインが増えなくて諦めたわ。そんな霊夢には、今日はせっかくだから破壊の鉄球獲得にチャレンジしてもらう。おお、久しぶりのチャレンジ系来た、うずうずするわね。ただしスーファミのドラクエ6のカジノは、全く優しくないから気をつけてな。まあまあ、いろんなチャレンジを達成してきた私なら楽勝でしょ。というわけでようやく30万枚間近まで来たな。あがががががあ、思ったより時間がかかっちゃったな。ゴゴ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 ゴ、2、3時間くらいで終わると思ったのに。5日もかかってしまいました。でももうちょっとだ、頑張れ霊夢。おやあああ、おお、リーチ来たぞ。お願い、当たってー。来たー、これで30万枚超えたわよね。多分大丈夫だと思うが。よっしゃー、ここからボーナスゲームがあるが、ここは飛ばして早速景品交換だ。ついに念願の破壊の鉄球。この世の全てを破壊してやるわ。ああ、でもせっかく貯めたコインがなくなるのは悲しい。まあそれが形あるものの定めってやつだ。じゃあせっかくだから、装備させて外に出て戦ってみようなんだぜ。私の前に立ちはだかるものは、漏れなくこの鉄球で頭をかき割ってやるわ。長時間の作業でだいぶストレスが溜まってるな。うおお、この威力で全体攻撃とか強すぎー。おやあああ、霊夢も喜んでいることだし、ドランゴなら輝く息で攻撃した方が威力が高いことは黙っておくか。うへへへへへへへー、気持ちいいぜー。続いてはお店で買える中で最も高価な商品の紹介だ。お店で買えるとなると、今までのアイテムに比べれば手に入れやすいわね。まず売り場は本編クリア後に行けるデスコットの村。ここの道具屋にいるキラーマシン2に話しかけると買い物ができる。ついさっきキラーマシン2をタコ殴りにしちゃったから、ちょっと気まずさが。ここで買える復活の杖が店売りで最高値のアイテムだ。45,000円って、高。攻撃力は全然高くなさそうだから、道具として使う系の武器かしら。ああ、その通りだ。これは戦闘中に道具として使うことでゾーラルの効果を得ることができる。消費 MP なしで仲間を復活させられるってのはかなり便利ね。だがザオラルなので当然失敗することもある。あ、そっか、ザオリクじゃなくてザオラルなのね。というか、もはやここまで物語が進んでいれば。
確実に復活するかわからないザオラルに頼っている場合ではなく、普通にザオリクを使うだろう。確かに。そのため、いくら最高値の武器といえど、無理してお金を貯めてまで買う必要はあまりない。これがザオリク効果だったら絶対買ってたな。ちなみにこのアイテムは、キラーデーモンが4096分の1でドロップし、このドロップ率も全アイテム中最高クラスの難易度なので、ドロップアイテムの分野でも最もレア度が高いアイテムの一つだな。256分の1ですらかなり苦労するのに、4096分の1は絶対に無理だわ。チャレンジしてみるか。あいたたたー、急にお腹が。わかったわかった。本当はやりたいのにー、お腹がー。わかったから。続いては落ちているアイテムの中での最もレアなアイテムだ。落ちてるアイテムって、せいぜい薬草とか小さなメダルくらいのイメージだけど、そんなにレアなものも拾えたりするの？ああ、まず入手方法としてはサイドデスコットの村に行き、酒場の2階にいるレッサーデイモンから宝の情報を聞く。このレッサーデイモンは自分の大事な宝を埋めたわけね。そして言われた場所を調べると、オリハルコンの牙が手に入るわけだ。でも人の宝を勝手に取っちゃっていいの？そんな霊夢の不安通り、基本的には主人公たちは装備できない。やっぱり人の宝を盗んで自分のものにするのは気が引けるわよね。ただ一人、テリーを除いては、テリーこの野郎。というわけでためらいもなく魔物が使っていた牙を口にはめるテリー。攻撃力さえ高ければ他人の入れ歯でもはめそうだわ。こんな感じでナチュラルに遺失物横領。1年以下の懲役、または10万円以下の罰金。しかしこれがテリーの最強装備だからそれもやむなし。最強の剣を求めてるとか言ってたわよね。何最終的に盗んだ牙で満足してるのよ。そんなわけで今回は入手困難なアイテムについて紹介したが、締めに入っちゃった。このチャンネルでは引き続きドラゴンクエストやその他スーパーファミコン時代の名作について、解説ややり込みなんかをしていく予定だぜ。みんなはこのテリーの行為をどう思いますか？それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。さようなら。